はい、皆さん、おいとしきです。今日ですね、なんととんでもない豪華ゲストが来ています。土屋圭一さんと松田杉雄さんですねにゲストに来ていただいて、今回3人で袖ヶ浦のタイムアタックバトル、そしてレースのねバトルをしていこうかなと思ってます。今回こういうねツイッターからこんな話になってしまい、僕のこの S2000 を使って今回バトルする予定なんですが、この前ね出した動画からも仕様が変わってる部分とかがかなりあると思うので、そこら辺をちょっと見ていきましょう。今回変えさせてもらった部分としては、まずここ見るからに変わってるんですけど、フロントのねタワーバーつけてます。これはもうフロントの剛性を上げるために今回取り付けさせてもらって、ロアームバーとかもね SM のものは今回導入させてもらってます。あと、まあ、今回ちょっとオイルクーラーとかも移設でね装着させてもらって、オイルの部分もねこの前のテスト走行とかで心配な部分もちょっとあったんですよ。なのでちょっとそこら辺も強化してます。あとは SM の、まあ、インテークホースキットとか、あとビッグスロットル、スロットスペーサーとかをですね入れて、この後エンジンとかも 2.35 リッターの戸田レーシングエンジンにする予定なので、それに向けたチューニングというかものもつけてますね。サーキット走るならねベルトはつけた方がいいかなと思いまして、サベルトのね今回こちらですね、サベルトのベルトつけてます。これなんか F1 とかでも使ってる同じベルトらしくて、あのすごい軽いんですよ。実際の僕が GT でつけてるベルトよりも多分軽いんじゃないかっていうぐらい、あのいいベルトつけてます。今そこら辺が変わってますね。あとはそうだな、ここ見ても分かりますけど、まあ駅マニですね、駅マニが変わってたりとか、あとマフラーが SM のサイレンサーキット、 SM のマフラーをつけています。これは無限から独立したタクラム社製のマフラーになりますね。駅マニは戸田レーシング製だったかなのものを使用してます。あとはまあ ECU とかも GT ワークスさんのものとかにも変えているので、今回そこら辺の部分で今のノーマルエンジンの出力を最大限出すために ECU とかもちょっとね変えさせてもらってます。ということで今回袖ヶ浦サーキットにてついに土屋さん、そして松田杉雄さんとね勝負することになりました。非常に楽しみです。交互期待。はい、では袖ヶ浦 S2000 タイムアタックをねしていきたいと思ってます。土屋さんとね松田杉雄さんとこんな勝負ができるなんてもう夢にも思わなかったですけど、まあ、今日ねただのスポーツ走行でね、割と他の台数とかね少なくて走りやすいは走りやすいかなという感じですけどね、絶好のサーキットタイムアタックバトル日和ですね。それにしても俺の二郎くんやっぱ最高だな。ただねゆっくりタイヤも温めていきたいなとは思ってます。いやーブレーキもめちゃくちゃいいしね、ここら辺の足回りのしなやかさがもう二郎くんは本当に最高。さっき実はスカイラインクーペ86に抜かれたんですけど、前にいるのがスカイラインクーペですね。うわーいい音、最高にいい音じゃん。もうちょっと土屋さん攻めすぎてブレーキロックしてる。もうめちゃくちゃ攻めてるじゃん。いやーすごいな、やっぱ向きの変え方がすごいうまい。よし、じゃあ行きますよ、アタック開始。よし行くぜはえ、土屋さんのはえ。やっぱうわスカイラインクーペも速いな、後ろから結構煽られてる。いや、はい。いやー、この。やば、スカイラインクーペ早いな。
ちょっと今とりあえず一発目のアタックはですね、ベストタイムと全く一緒のね15秒5という感じです。一発目のアタックね、ちょっと一回ピット入ります。セッティング調整入ります。いや今のところ15秒5なんですけど、ちょっとセットアップ変えてね、もうワンアタックしたいと思います。ただ土屋さんも松田継夫さんもめちゃくちゃ速い結構3人でいい勝負なんじゃないかなと思ってます今のところ。またそこからちょっとタイム上げていきますよ。ちょっとリアウィング寝かしてください。あ、寝かさない方がいいかな、もうちょいつけた方がいいかな。立てます。あ、立てます。今何秒ぐらいでした？今15秒5です。はい、ただみんなそれぐらい結構早いんじゃないかなと思います。さあセットアップを変え、残り15分ということになりました。ちょっとねもう一発本気のアタックいきたいなって思ってます。それにしても土屋さんの AE86 ほんと早いな。おやっぱちょっと俺も土屋圭一さんっていう憧れの先輩の後ろをね走って勉強いろいろしたいなと思っても思います。じゃあ行きますか。よし14秒台出してやる。おお危ねちょっと失敗したな。いやーそれにしても土屋さんのね、こう土屋さんね一瞬ブレーキポンポンって踏んでね、そこで向きを変えて走ってる、あれのテクニックがやっぱすごいし、あと AE86 のね、あの土屋さんの豆号のあれもすごいわ。やっぱあの走りは惚れ惚れする。この辺はウィングをちょっとつけてるところが痛いかな。フロントのアンダーがちょっとやっぱあるっちゃあるから。このままだと負けちゃう。取りすぎてた。あーどうかな。あー一緒か。くそ。いやースカイライクープに追いかけられてる。負けるわけにはいかん。でも早いな結構。いやー結構いい勝負だぞこれは。危なかった今。いやーいやースカイラインクーペ早いな。なんだろうな、やっぱトルクとかで負けてんのかな。
あとタイヤがね、めちゃめちゃグリップしそうなタイヤ履いてるんですよね。あれがやっぱいい具合に効いてるんでしょうか。まあ今の状態だとちょっと進入ではアンダーっぽいかな。まあ結構沈み込みが激しくて、お、月尾さんの後ろを見ることができるなんてそうそう機会はないぞ。わあ、やっぱちょっとストレート早いなあっち。そしてなんかグリップがすごく高そう。ちょっと追いつくの難しいな。いや、早い。早い、結構早い。いやー、これいい勝負だな。これ同じタイムですね。いやー、ちょっと15秒3で止まっちゃうな、なんか。いやー、外来クーピーが追いついてくる。いや、コーナリング早っ。ここがね、やっぱ この袖ヶ浦結構難しい。秘伝の技使おうか。背なし、背なし。いやー、結構スカイライクービー早いぞ。いやー、くそー、わ、引き離せない。これはかなり厳しい戦いだ。いやー、白熱したバトルですね。思わずちょっとね、あんまり喋れないもんね、本気で走らないと。いやー、86も結構やっぱコーナリングがね、軽くて速そう。下からのエンジンのトルクでちょっと負けてる感があるかもな。デフがちょっと甘い。インナーも入っちゃってるからちょっと苦しいかな、バトルは。デフをもうちょっと効かせないと。今のだとデフが甘すぎる。足回りはもうこんなもんでいいと思うんだよね。デフだけだね。なんか同ずっと同じタイムでしたね。14秒台見えなかったな。目標の秒数的に14秒9ぐらいいけたらいいかな。まあでも15秒前半はいければいいかなと思ってたんですけど、そこはいけたんですけど、うまくいって14秒いけたらなと思ったんですけど、ダメでしたね。それは気温が高かったっていうのもあると思うんです、はい、気温がもうちょっと低ければ多分本来のあれが出せたと思うんですけどね。まあこの中で言ったら、まあ、僕だけリアウィングこんな大きいのつけてるんで、まあ、勝てるかなと思ってたんですけど、まさかの浅杉雄さんの確かにクーピーが
結構あることです。ボーダリングではね、全然やっぱ勝てないなっていうのが正直なところで、まあ、だいぶ差をつけられてしまったんですけど、まあ、ちょっとリアウィングのついてるものとか、ストレートのトラックも大きそうなので、まあ、文句言われないように次から外していきましょうか。外して、決勝は臨みたいと思います。開けるわけにはいきませんね。はい、頑張ります。はい、さあ、予選走行終わりましたけれども、1位、2位、3位15秒2、15秒3、16秒フラット。まあ、俺は、まあ、しょうがないな。だから俺は4周目、5周目を狙っていきます。僕は多分温度的に結構厳しいんで、あと3周がマックスで、残り2周はエンジンセーブが入って抜かれると思う。じゃあ序盤で強さに逃げて頑張って逃げて、だってこんな1秒しか違わないからね。そうだね。で、ウィング外したからストレート伸びるの。そうですよね。考えたらちょっと怖いよね。コーナーはさ、きついけど、だけどストレートスピード伸びるからね。伸びるね。もう確実に伸びる。ここはやっぱ GT500 ドライバーだから腕でなんとかしてる。そこはね、やっぱりドライビングで。今日こそ初めて、まあ、一緒に走らせてもらって、普段というか去年までは土屋さんはもうエグゼクティブアドバイザーで、もうなんていうんですか、もう、まあ、ある意味監督っていう立場でもう一緒に関わらせてもらっていましたけど、いざ後ろ走ってみると、いや、この人すげえと思いました。もう本当に動かす方がもうやっぱ人とは全然違う、他の人とは違うところにもう走っていました。入り口パコーンって向き変えて、かっこいいですね。そう、あれ見てた時にやっぱこういうのがさ、やっぱレースでさ、みんな見たいんじゃないかなって。ねえ、俺はやりたくてやってんじゃないよ。違う俺のはだってあくまで事実だからね。やりたくてやってんじゃない。俺はこの前の走り過ぎも次を組んで知らなくて、この野郎素人が俺を追いかけますなんてとんでもないなと思って、真面目に走ってもああやってケツが出ちゃうの。それをコントロールしてるっていうのがまずすごいし、多分今現役で降りられてもここまで走れるとか絶対いないと思うんですよ。僕もそれについていけるように、ね、まあ、僕も、ね、22なんで、今23です。絶対にさ、俺も多分あと何年かしたらさ引退する時期が来るから、大湯に負けないように一般車はもね、じゃあね、それがいい。もしその引退したら一緒にね、連合組んで、僕の仲間をやってる。じゃあ現役メンバーもちょっと僕らも組んだ作ったのかもしれない。そうこれを見て、やっぱり現役のドライバーも参加してほしいと思います。はい、見た目ノーマル、ノンガラダメ。そうですね。ターボもダメ。ダメ。ということで、この後は決勝です。頑張ります。やっつけてやる。タイミング見て出てって、でローリングでそこでこの辺ぐらいからスタートが立って、はい、 OKOK ですね。じゃあ2周ローリング、2周ローリングですか。あ、2周ローリング。じゃあ左右止めて、はい、じゃあ、出たら前一回抜かして、でローリングブレーキ、ローリングしてスタート。前ずっとここですか。あ、ピートロードですか。いや、ゼロです。あ、普通にです。よし。
土屋さんはどこに行ったんだろう。さあローリング、まあ一回ね一周回って、行きますね。いやー、いい光景だこれは。本気モードだよね、こうやってタイヤ温めてしっかり。いやー、このスカクが本当に速いんだよな。そして後ろからは86号の土屋さんが迫ってきている。怖え。もうミラーから見えるさ、威圧感がもうすごいんだよね。もうみんな本気だもん。一周ね、ローリング、よし。今ね、リアウィングをこの決勝に向けてまあ外したんですよ。まあ、それがね一体どんな影響を及ぼすか。まあ、リアウィングなしではね、僕この袖ヶ浦この S2000 で走ったことないから、まあ、どんな感じになるかね分かんないんだよね正直。さあローリングがもう間もなく一周終わります。ここからレーススタートですね。まあ、ちょっとやっぱり VTEC のこう切り替わるタイミングから落ちないように、落ちちゃうとやっぱりね、トルクバンドから外れちゃうんで、そこに落ちないようにまあ意識して走るのと、まあ、あとは最初はスカイラインクーペが行っちゃうと思うから、しっかりタイヤをマネジメントします。頑張ります。さあスタート。おお、速いな、S2000。でもちょっとストレート分があるか。リアウィングないと結構しんどいな、今のコーナーとかが。プレッシャーかけられてる。
くそおっしゃ離れた。あれここがね、さっきね全開で行けてたところが全開で行けなくなってる。ここも結構ブレーキが。あ、やばい、抜かれた、まずい。さあさあに抜かれたぞ、まずい。うわすごい。おお早いな、コーナリング土屋さん。縁石の使い方がうまい。曲がんねえ。これは頑張ってついていかないと本当にやられ負けちゃう。よし、行け行け。かっこいいドリフト。その攻め具合が尋常じゃないの。あ、けどもしかして土屋さんもちょっとタイヤ垂れてきてる。土屋さんのあの豆号は多分クロスミッションだから毎回バックギアがつくんだよね。早いな。もうリアル水落とし見てしまった俺は。よし、やべえ抜かれた。土屋さんがトップになって喜んでる俺は何なんだろう。ほぼドリフトじゃん。すごい、本当にすごい、この人本当にすごいな。よし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 、すげえバトルやなこれ。土屋さんうまいな。スカイダイ行くって思って。よしやった、よっしゃ、トップに立ったぞ。
ここをしっかりブロック。バトルやなこれ。よっしゃ、いやー、くそな、何周目だこれ。よーしよしよし、いいぞー。負けねえ、とりあえず負けねえぞ。やったぜ。いやさすがの DK 土屋様でした。いや早かった。面白い。みんなやろうよ。ねえ、めっちゃ面白い。すげえすげえ。いやドリフト妙技見せてもらったな、すごい。あー面白かった。やっぱ現役の超エリートとして戦うとさ、バトルが面白いね。危ないところがなっている。やっぱ素人はね、危ない。ああいうバトルは。
やっぱり杉尾君は後半垂れました。まあそこまで待つという大人の判断が大事なの、ね、やっぱ1500キロの車で15秒2っていう速さ、そこを追いかけちゃダメなんだ。後半で勝負に持ち込む、こういうのが割とリアウィング外したらオーバースエアが苦しいんです。だから俺にとってはちょっと上手いこと言ったから、こういうリアウィング取ってストレートスピード伸ばそうとしたんだけど、そこがちょっと穴になったかな。いやー現役やつけたぞ。ちょっといろいろと面白かったです。多分ね、この車多分ダイヤがだいぶいいんで、多分もうちぎっちゃうような感じはあったんですけど、それだと面白くて、ちょっとこうみんなでバトルしながら、お尻振りながら、でも土屋さんはやっぱうまいっすね。後ろから見てたけど、あのドリフトしながらこう出てくるところを見ると、やっぱりさすがやなと思いますね。この車も本当でもね、ここまで走ると思わなかったですね。S2000 はリアウィング外してだいぶリアが下がってましたけど、決勝中ベストラップは16秒前半ぐらいだったと思うんですけど、まあ、でもみんなで久々に楽しめてよかったです。まあ、ストレートではみんなと同じレベルにはいたんで、まあ、そこではバトルもできたし良かったんじゃないかなと思います。土屋さんやっぱ速いですね。速いし上手い。こう、うまく相手を抜かさせて自分はちょっと体温増してたりとかっていうのを、まあ、しっかり考えながらやってるのもやっぱ素晴らしいなと思いますし、気合のね、ブレーキングがやっぱすごかったですね。ちょこちょこ白煙も上げつつ、あの走らせ方は真似できないものだなと思って、ちょっと勉強になりました。ウィングつけてたらちょっともうちょっといけたかな。ちょっとリベンジしたいですね。ありがとうございました。最高の本当レースでした。普段の GT のレースよりもなんなら熱くなっちゃってるかもしれない。冗談ですけど、それぐらい楽しかった。11秒6出て、その後11秒9、その後もう12秒台、そうだよな、あと12秒9ところだ、はいはい、そうなんだよな。これがそれにちょっと近いかなと思ったんで、もう一回走ってみたんですけど、これでも垂れないじゃん。垂れないじゃん、ね、全然後ろから見ててさ、ずるっとも来たよ。大井はもうリアウィング外して失敗だった。最悪でしたね。ストレート速くなりましたよ、ね、ストレートは戦える感じな、まあ、抜けたくなった。もうストレート速いと思ってさ、はい、でもそれだけウィング全部効いてる。いや、めちゃくちゃ効いてましたね。右のあの回りみたいな、はい、あれの右の奥までブレーキングいけてたんですよ、ウィングついてたら。もうだいぶ手前じゃないといけなくなっちゃって厳しい。で、土屋さんにパンって言いさせられて、あ、いける。後ろで見ながら、あ、土屋さんいい入った、すげえすげえとか。いやー、変えたらダメでしょ。変えさせてくださいよ。変えたら多分勝負にならないです。まあ、いやエンジンでどれぐらい変わるの？何馬力違う？何馬力なんだろう。まあ 2000cc から235、まあ1350まで2は260ぐらい。全然速いよ。260でこの試合だったら多分もうついていけない。いやお疲れ様です。はい、おいチャンネルです。ということで今回土屋圭一さんと松田杉雄さんに来ていただきました。今回豆号と塚空号で走らせてもらって、さっき決勝終わりましたけど、ほとんど変わんない、変わんないかったですね。面白いよね、はい、あれだけさ、こんなに車種が違って変わんないってさ。いや、僕正直結構差できちゃうかなって心の中では余裕こいてたんですけど、昨日夜寝れなかったんです。いや、同じです、本当です。僕も寝れなくて、僕も睡眠不足なんですよ。興奮したよね。いや、めちゃくちゃ興奮した。負けたら俺なんか嫌だなとかって思って。手がさ、はい、ね、遊びのつもりでやろうとしたのにとんでもないタイヤを手に入れたわけじゃん。西田さんね、いや、すごいクリップするタイヤ、ね、そこで、これはまずいだと、これはまずいだと。俺もだから PS に出まして、ね、ジュニオ君がとんでもないタイヤを用意したんですけど、R に71R です、はい。でもすごい。で、大横もだって今日ためにショップ。いや、もうニューで戦わないととりあえずこれまずいなと思って、まあ、とりあえずね、Z3 のニューで、ね、はい、本当にいい勝負、いい勝負、いい勝負、全然いい勝負。こんなところがいいですね。タイムも超横並びじゃないですか。はい、本当に、まあ、最初土屋さんと
もうなんとか土屋さん抑えなきゃと思って頑張ってたんですけど、全然早くて後半勝負で来ちゃって、土屋さんがもうだからそこで抜かれちゃいましたよね、途中で。ミラー頭使ったんだよ。え、本当ですか。まず、大湯くんのタイヤを垂らすようにプレッシャーをこう抜かないんだけど、ラインを外させるようにさすが大湯くんのタイヤを垂れさせよう、垂れさせよう。いや、相当プレッシャーかかってました、正直。ちなみにこうやってそうで、垂れてから、よし一発勝負。もう、隙を見られて、もうズバッていかれました。いやー、手もらっても分かるようにさ、バンパー胴丸だから全然冷えない。冷えなくてさ、大変でしたよ、ね。けど、杉野さんのあのスカクも最初の方はほんと早かったですよね。そう、初めの2周は冷えてる時はエンジンのゲームあるけど、だんだんオイルが、ね、こう上がってくると温度がもうどんどん膨らんでくるから、クールダウン入れなきゃいけないから、はい、次までにちょっとオイルクーラーだけは買いさせた。そこは改良ですね。そこ改良で、ちょっともうちょっと容量広い、ちょっとちっちゃいんですよ。僕、大丈夫だろうと思ってつけたら、こんなにレースすると思ってなかった。レースするようにちょっとオイルクーラーも変えなきゃダメかなと思って。俺のは完璧だね。いや、もう俺の10周でもいける。いや、いけそうな部位があります。全然垂れてないっすよ。全然普通にずっと変わらない感じでいけてました。やっぱ完成度も違うし、すごいね。ブレーキングでもさ、次は 2.4 だよね。ちょっと卑怯だな、似てるよ。だってさ、これダンパーザックス入ってんだよ。ダンパーはすごくいいの。ダンパーだってザックス、ザックスって100万ぐらいするんですよ。僕だって100万以上しますね。その価格何台買えるの。価格何台買えるの。いや、そうだ、そう、はい、だからね、本当ちょっとなんか足はもう本当にいいのは入ってるんで、まあ、もうちょっとこうセットアップを進めて、エンジンを変えて、次はもうね、それいつ頃エンジンは、ちなみにけど、もう積もうと思えば10月中に多分積める。マジ、もう来てるの。もう今日来てるんじゃないですかね。マジ、はい、だから積もうと思えば積めれるんですよ。じゃあ上のジンは 2.4 になってるってことですよね。だからそうなってたら、ウィングなし、ウィングなしか、タイヤ、タイヤエボタイヤ、タイヤか、か、あの、お母さんか、お母さんが、どっちもちょっと厳しい。いや、お父さんだよ。お父さん、お父さん連れてきますね。お父さん、お父さん大きい。あ、まあけど体重は、まあまあ、70ぐらいありますね。あ、いいじゃん、いいじゃん、ちょうどいい、ちょうどいい、ちょうどウェイトハンドで。よし、じゃあ冬バトルはそれでいこう。それでいこう。僕らは何もできないからさ、もう変えるとしてもオイルクーラーぐらいしか変えられないから。俺なんかオイル交換するだけで、まあもう出来上がってますよね。出来上がってますよね。でもそれぐらいになったらさ、2.4 壊れるよ、色んなとこは多分。2.4 壊れるよ。怖いよ。いやけどそこら辺のマネジメントも勉強しつつ。なるほどね。ドラシャンがやばい。ドラシャンやばい。ドラシャンやばい。駆動系気をつけたミッションね。そこら辺もちょっと強化しないと。そう、ペラカーボンにしたら、ダメですか。ということは、冬のバトルはこういう要注意。注意で、ね、ですね。リアウィングなし、タイヤ細い。で、それでも速かったらエコタイヤ。そう、で、お父さん。お父さん。お父さん、それで行こう。で、行きましょう。はい、いろいろ準備して、冬の陣を戦いたいと思います。やりましょう。はい、ということで、今回は第1回。チャンネル登録と高評価のものよろしくお願いします。よろしく、よろしく。彼女募集してます。彼女の隣に乗せてあげて、彼女。